ヒソカタツナミ僧属の多年層。地下茎は細く短く張う。茎は短い地下茎か前年の地上茎の基部から直立し、高さは20から40センチメートルになり、白色の長い水平に開け出した毛が密生する。葉はまばらに耐性し、葉平は長さ5から20ミリメートルになる。葉心は、広卵心形から三角状乱形で、長さ二から三センチメートル。 1> 幅1.5から2.5センチメートルになり、先は丸みを帯び、円には7から10対の鈍い巨子があり、基部は心形となる。葉の両面ともに難毛が多く、裏面には、先天がある。下期は5から6月。茎の先端に、長さ3から8センチメートルになる果樹をつけ、やや密に2個ずつ一方を向いた神経の花を水上に、つけ、水平に開け出した毛が多い。花は、 普通紫色、時に淡紅紫色があり、白色のものは白花品種として区分される。額は象形で上部に円盤状をした突起状の付属物があり、花時の長さ約2.5ミ、mm、リメートル、下地には長さ5から6ミリメートルになる。果敢は長さ1.5から2センチメートルの神経で、基部は急に曲がって直立し、頭部は長く。 上唇は、かぶと状になり、下唇は前方に幅広く突き出て、紫色の斑点がある。湯髄は4個あって、うち2個が長い。髄は1個ある。果実は黒色で、長さ約1ミリメートルになる文化で4個あり、塩水状に先が尖った、最突起が密にある。果実は宿、あり製の額に包まれ、熟すと上部の付属物が外れて、散布される。 日本では、本州、四国、九州に分布し、丘陵地の林園などの半日陰地、草地に生育する。国外では、朝鮮半島、台湾、中国大陸、ベトナムに分布する。和名、タツナミ草は、タツナミ草の井で、花が咲く様子が、泡立って寄せてくる波を思わせるのでついたという。種小苗インディカは、インドのの意味。ありがとうございます。